ちゃんと弾けるようになってるよね。あれタケルが歌うね。じゃあ2本目お願いします。お願いします。粘っこい続きですね。はい、粘っこい続きから、あ、これね、ドーンドーン、はい、このドーンドーンで、粘っこい続きからジャガ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 っていうのがあるんですよ。はい、それそれね、今日も今日とて楽しみです。はい、じゃあまず聞いてみましょう。はい、どうぞ。ここから。はい、はい、今のあの早くなると思うね。なるほど。ツーバスのテカ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 、いいでしょう。難易度的にはどうなんですか。これはあの簡単は簡単なんです。あ、へえ。この6弦なんで。ただあのダンダガダガンダダンダンダガダガダンダガダガンダダンダンダガダガっていうのをやってるんですけど、はい。これをこう、あ、ちょっと待って。はい。ちょっと喋りたかったらどっか他のとこ行ってくれ。それかちゃんとマイクに乗る声で喋ってくれるか、どっちかにしてくれんの。乗る声でしょ。乗る声で。乗る声。乗る声で喋る。そして教えてもらってるんですけど。そう。ちゃんとやってください。ちゃんとやってください。ね。本当ですよね。だんだんちょっと舐めてきたな、タケルを。うわ、東京行く前に、東京行くから、ね、皆さん、タケルにお叱りの言葉をよろしくお願いします。お店に来たら、お前舐めとったと言ってください。舐めてないですよ。よろしくお願いします。全然舐めてないです。というわけで、はい、このジャンジャカジャンジャンジャンジャカジャカっていうのを、はい、こう真面目に弾いてもダイムバックっぽくないわけですよ。あ、もう一回お願いします。何っぽくない？ダイブバックです。ダイブバック、そこ知らねえよ。それを知らんのか。え、ダイブバックって何ですか？その人を雇うのよ。このギターを持っとる人です。あ、そうなんだ。アンテナの人です。いや、めっちゃなんかパンテナ聞きましたって調子の。うそー、まあ、ごめんなさい、勉強します。私もちょっと舐めてるかもしれない。舐めとるな。舐めてます。ごめんなさい、お叱りの言葉を。皆さん、お叱りの言葉をよろしくお願いします。申し訳ございません。まあこんなもんですよ。若い人たちってこんなもんですよ、ね。ごめんなさい。そう、ごめんなさい。多分皆さんは分かってくれると思う。いや、ごめんなさい、ね、よろしくお願いします。す、私も舐めてないです。全然舐めてない。全然舐めてない。まあいいや。で、これを要は俺なりに弾いてみると、はい、でんてけ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 ってこう真面目に弾いてもダメなんですよ。このみたいな。やっぱその顔が必要なんですね。そう。常にこういう感じなんだけど、あとこのギャ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 、こういう音をもう余分に入れたいわけですよ。普通に真面目に弾くとなんですよ。それをこのキュンキュンキュンとか、あ、そういう音を入れるとよりダイムバックっぽいですね。めっちゃ、あ、そういう顔されるんですね、そのパンテラの。それはどうだろう。しないというバッシングが。とりあえず曲に合わせて弾いてみましょう。リバーブ、カモン。カモン。じゃあ、俺なりに弾いてみた。はい、ってな感じで、ギャ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 ってね。顔があんまりギャギャギャって顔をさっきされてなかったんですけど。これ、すいません。ちょっとギャ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 顔が足らなかったというはい、ちょっとそれはダイムバックっぽくないってことですね。おいおいじゃあまた続き
よろしくお願いします。パチ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 。短くないですか？え？短け。いや今日はこんぐらいでいいんじゃないですか。サクッとね。おお。ね。はい。はいってはいって言っちゃっていいんですか？なんだはい。ごめんなさい。すいませんでした。すいません。じゃあまたお会いしましょう。ふかちゃんね。あ、はい。あ、リバーブね。早く早く。はい。すいません。早く。あきさん、ふかちゃん。